トムはずっと以前からツタの張ったうちに住みたいものだと思っていた。壁一面にツタの張ったうちは神秘的で美しい。壁全体がくすんだ緑色になり、家の中にどんな人が住んでいるのか想像もできない。窓だけぽっかり暗い穴が開き、ピアノの音など漏れてきたら、それはもう理想的だ。トムは昼間は自動車修理工場で働き、夜はドラッグストアの中にあるカウンターでホットドッグや飲み物を作る職にありつき、せっせと小金を貯めた。数年間というもの遊びにも行かず、若い娘の後を追うこともしなかったおかげで、町からちょっと外れたところに格好の古い家を借りることができた。さあ、あとは壁にツタを這わせることだけだ。植木屋のジョンジーさんからツタの根を分けてもらい、早速トムは壁際に植えた。さあ、こうなるとツタの大きくなるのが待ち遠しい。毎朝水をやってはツタの大きくなるのを待ったが、そうすぐには大きくならない。じいさん、もらったツタはちっとも大きくならないぜ。トムはジョンじいさんに言った。なに、そんなにすぐは大きくならないさ。まあ3年もすりゃ立派なツタになるよ、トム。あと3年？そんなに待つのか。やだな、とても待てないよ。一日も早くツタに囲まれた神秘の世界に住みたいのに。ねえじいさん、肥やしとか肥料とかそんなものはないのかい？トムは必死になって聞いた。ああ、肥やしね。それなら鶏の糞をやるといいよ。鶏の糞ね。OK、ありがとう。トムはジョンじいさんの家を飛び出し、百姓屋から鶏の糞を譲り受け、ツタの根元に埋めた。それから1週間、ずっと様子を見ていたが、大した変化はない。短いツタがひょろりと出ているだけである。ねえじいさん、鶏の糞は効き目がないぜ。道で出会ったジョンジーさんを捕まえてトムは言った。おや、そうかい。だがなトム、そんなにすぐに効くものじゃない。気長に待つんだよ、気長に。頼むよジョンジーさん、俺はツタの生えたうちに住みたくて、ここ数年というもの食いたいものも食わずに、着たいものも着ずに、じっと我慢してきたんじゃないか。なんとかしてくれよ。こうすぐにツタがパーッと生えるような、そんな薬はないのかい？トムはジョンジーさんの肩に両手を置いて揺すらんばかりにしていった。ないことはないがね。ジョンジーさんはボソッと言った。その夜遅く、ドラッグストアから帰ったトムは、ジョンジーさんからもらった緑色の液体を瓶ごと全部ツタの根元にかけた。いいかいトム、これは誰にも言っちゃいけないよ。秘密の薬なんだからな。そして後のことはどうなっても俺は知らんよ。ともかくツタは一晩のうちに伸びる。だが後のことは俺は知らんよ。ジョンじいさんはそんなことを言ったが、何、
が伸びさえすりゃそれでいいんだ。トムは満足してぐっすり眠り込んだ。真夜中、トムは息苦しくて目が覚めた。胸の上と言わず、顔やら喉やら何かがまとわりついているんだ。トムははっきり目が覚めて、暗闇の中でそれらを払いのけようとした。なんということだ、そこいら中ざわざわとまるで森の中にいる感じだ。ヨーヨーのことトムはスタンドに火をつけた。手だ、緑色の手がまるで波のようにざわざわうねうね襲いかかってくる。ツタだ、部屋中いっぱいのツタだ。それも見ている間にどん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 伸びているんだ。数百本のツタがざわ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 と伸び、壁の上をベッドの上を這い回って、そして何でも巻いてやろうとばかりツタは手を伸ばして、手当たり次第にぐる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 巻き込んでは、もっと巻き込むものはないかと床の上をのたうっているんだ。すでにドアのそばの帽子掛けはツタでびっしり覆われていた。トムの手や足や胴にもツタが伸びてきた。振り切っても振り切ってもツタはトムに絡まってくる。助けてくれ。トムは寝室を飛び出したが、廊下もツタでいっぱいだ。階段も下の部屋も台所もタンスも食器棚も、もう内中ツタでいっぱいだ。それも後から後からどんどん伸びて、内中ざわ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 ひしめき合っているんだ。絡まりつこうとするツタの海の中をトムは必死で泳ぎ、玄関から外へ逃げようとした。その時、中でもひときわ太いツタがトムの足を襲った。思わず床についたトムの手にはしなやかなムチのようなツタが巻きついてきた。じわじわと締め付けてくるツタの力で巻きつかれたトムの手は紫色に膨れ上がっている。まだ自由を失っていない方の手がやっとドアの取っ手にかかった。死に物狂いでドアを開けたトムは絡まったツタを引きずるように外へ転がり出た。絡みついたツタは一層強い力でトムの手を締め付けた。ミシッと骨の砕けるような嫌な音がした。ダメだ、逃げられない。トムは最後の力を振り絞って開いたドアに体当たりした。ビーンとドアが閉まって、ツタはそのドアのところでくっつり切れた。トムは走った。後も見ずに走った。断ち切られたツタはそれでもまだトムの手首に絡みついたまんま、しばらくはくねくねと動いていた。それからもうツタのある家など見向きもしなくなった。町の中に小さなアパートを借り、今度は自分の自動車修理工場を持とうと毎日働いている。今朝も張り出し窓の隅に置かれたかわいい鉢植えのひなげしに水をやって、トムは元気に仕事に出かけた。
紀元前のお話です。ポロニアスという平和な国がありました。いくつかの明るい丘と、そこかしこ風にさわさわとなるオリーブの木と、地中海の真っ青な海へとつながる一つの港と、小さな町とでできている、まことに小さな愛らしい国でありました。男たちは立派な体を持ち、みんな勇敢でしたが、ここ数十年戦いはなく、男たちはそのたくましい体と何者をも恐れぬ勇気とで、狩りに、漁に、農耕に勤しみましたので、この国はますます豊かに栄えておりました。さて、その男たちの中の一人にアマノスという青年がおりました。少年の面影をまだ宿していながら、すでにその体は若木のように美しく伸びきり、瞳は地中海のように青く澄んでおりました。アマノスの恋人はメレーニアと申します。メレーニアはまことに美しい少女で、その金髪は小鳥の胸毛よりも柔らかく、その肌は絞りたてのミルクよりも白く、それは地中海の陽光のもとに咲く一輪の白バラのようでありました。アマノスは船乗りです。と申しましても、まだ新米で、先ほど初めての長い航海を終えて帰ってきたところです。さてこそ、恋人のメレーニアを丘へ伴い、異国で求めた珍しい衣装と長い航海の土産話を贈ろうと思っていたのでした。折しも初夏の陽光はさんさんと降り注ぎ、小高い丘から見下ろす地中海は平和そのもののように紺碧に輝いておりました。遠い戸津国の港々の話、不思議な魔法を行う黒い人たちの話、大きな死刑にあった時の恐ろしい話、アマノスの話す珍しい話にメレーニアは頬を染めて聞き惚れておりました。もう一度長い航海に出て戻ってきた時、二人は結婚しようと約束しました。オリーブの木々に風はさやさやとなり、時は流れるのを忘れたかのように緩やかに流れ、二人は抱き合って目を閉じ、幸せそのものでした。幸せな時は短いのがこの世の常です。アマノスとメレーニアが丘の上で幸せな夢を見ていた時、このポローニアスの国に大きな危険が迫っておりました。それはこの地中海で一番大きな国ゴルギアスがポローニアスに攻め入ろうとしていたからです。ゴルギアスという国にとってポローニアスは取るに足らない小さな国でした。しかしいつの間にかポローニアスは豊かな美しい国となり、ゴルギアスの目をつけるところになっていたのでした。分けてもその美しく大きな港はゴルギアスの最も欲しいものでした。アマノスとメレーニアが丘の上で幸せな時を過ごした日から数日経ったある朝、ポローニアスの町に人々の恐怖に満ちた声が湧き上がりました。おお、ご覧なさい、海いっぱいの船です。ゴルギアス軍の船だと一目でわかる黒い帆を張った船が海いっぱいにひしめいています。戦いはたちまちに始まりました。ポローニアスのほんの少しの船も黒い帆のゴルギアス軍の船に向かって港を出て行きます。アマノスももちろんすぐに呼び出されました。メラーニアと会う暇さえありませんでした。腰に太刀を吐き、矢を背負い、弓をしっかり握りしめて、アマノスは船に乗り込みました。
船が港を出て行くとき、アマノスは数日前メラーニアと登った丘に目をやりました。とそこにメラーニアがオリーブの小枝をかざして立っているのが遠目に見えました。メラーニア、アマノスは何度も声の限りに叫びました。が聞こえるわけはありません。港を出ていくポローニアスの船のどれに愛するアマノスが乗っているのかもわからず、ただメラーニアはオリーブの小枝を振って恋人アマノスを送っていたのでした。戦いは1週間続きました。勇敢なポローニアスの兵士はことごとく倒れ、ポローニアスの国はゴルギアスの手に落ちてしまいました。メラーニアは恋人アマノスの後を追って海に身を投げました。けれど一夜明けたポローニアスの国はいつもと変わらず明るい光がさんさんと差し、空はあくまでも青く、そしてアマノスとメラーニアが愛を語ったあの丘ではオリーブの木が何事もなかったかのように風にさわさわとなっておりました。子供はどうして生まれてくるか知ってますか？わあやだなんて大きな声立てないで。女性週刊誌の読みすぎじゃないかな君は。じゃあ本当のことを僕が言おうか。女性週刊誌に書いてあることや性教育の映画はみんな嘘なんだ。本当はね、子供はキャベツの中から生まれてくるんだ。嘘だって？ううん、これ本当なんだ。女性週刊誌や性教育はね、大人たちの陰謀なんだ。だって子供がキャベツから生まれてくるなんて本当のことが分かっちゃったら、もう二度とあの美味しいキャベツが食べられなくなってしまうじゃないか。もし嘘だと思ったらキャベツ畑に行ってごらん。そして一つ一つ皮を剥いてごらん。きっと子供が出てくるから。性教育をする先生や女性週刊誌の記者はね、絶対にキャベツ気違いなんだよ。
ある朝、僕のところに差出人不明の小さな小包が届いた。で、僕はそれを開けてみた。おかしなものが入っていた。同封してある手紙にはこう書いてあった。親愛なる K 君、君に私のサボテンを送ります。このサボテンはインディアンの国から取り寄せ、私の庭の温室で育てたとっても変わったサボテンです。どこが変わっているか、それは君がこのサボテンを食べてみればわかります。私の貴重なサボテンを無駄になさらないことを祈っています。サボテン？これが？一本のトゲもないじゃないか。まん丸くもないし、細長くもないし、嫌に平ったくてペターンとしているんだ。百貨店の屋上で売っているサボテンの中には確かにこんなものは見た覚えはないよな。これがサボテンだとすると、確かに変わったサボテンだ。その上こいつを食べろってのか。冗談じゃない。薄っ気味悪いこんなものが食べられるもんか。僕は誰かの悪い冗談だと思って、そのまんまサボテンを机の上に放り出して忘れてしまっていた。その夜、僕は腹を立てて帰ってきた。というのも、髪の毛の長いあの子が僕が毛糸の白いマフラーを巻いていかなかったことでブツブツ文句を言った。その日僕は新調のスーツを着て行ったんだ。パリッとした新調のスーツの上に毛糸のマフラーなんてできやしないじゃないか。今日の僕たちはちっとも仲良くなかった。だけどやっぱり白いマフラーをしていかなかった僕が悪かったのかなと思ったんで、あの子にごめんなさいねって手紙を書こうと思った。あの子だってきっと今頃僕にごめんなさいって手紙を書いているに違いないんだから。僕は机の前に座った。と、あのサボテンが枯れもしないで青いまんま転がっているのが目に入った。サボテンを食べろか？悪い冗談だ。僕は手紙を書き始めたのだが、好きですという言葉は29回も書けたのに、ごめんなさいという言葉は一言も書けない。僕はペンを放り出した。するとまたあのサボテンが目についた。どこが変わっているか、それは食べてみればわかります。よせやい、サボテンを食べるなんて。食べてごらんなさい。でも本当に食べられるのかな。食べてみればわかります。お腹を壊すのがオチだろ。でもひょっとして。そうです、食べてください。ダメダメ、いくら物好きだからってサボテンを食うことはないよ。食べなければわかりません。でも本当に何か起これば面白いし、何も起こらなければそれはそれでいいじゃないか。食べてみれば。よし、食べてみなければわからないことだよね。そんなら食ってやるよ。まさか死ぬこともないだろう。僕は果物ナイフを持ってきて皮を剥き、輪切りにしてサボテンを食べた。その青臭いことと言ったら、僕は急いでコーヒーを入れて飲んだ。何も起こらないじゃないか。お腹が痛くなるわけでもないし、おかしくなるわけでもない。コーヒーを飲みながら、誰か知らない人の悪い冗談に引っかかったことに僕はまた腹が立ってきた。机の上には造花のバラが飾ってある。何の変わり映えもしないつまらない飾りだ。と、急にそのバラが美しく輝き出した。あれ、こんなに綺麗なバラだったかな。素敵だ。なんて綺麗なんだろう。これこそ世界で一番綺麗なバラだ。そうだ、これ以上のバラはない。
だ。水色のバラいっぱい、青い空、違う、海だ。まぶしいほど青い海だ。どこまでもどこまでも果てしない海だ。船出だ。白い小舟を操って僕は海を行くんだ。行くぞ。世界中の人たちが僕の行くのを待っているんだ。さあ、波を船を運べ。風を帆をはためかせろ。凍りついたステンドグラス、オーロラだ。美しい七色のオーロラが空一面に広がり、僕の船出のために歌っているんだ。オーロラの彼方、白い点、ずんずん大きくなってくる白い点、翼だ。白鳥かな。いくつもいくつも僕の白い船に舞い降りてくる。エンゼル、そう、エンゼルだ。天使たちは僕の船の友綱をくわえてキラキラ笑いながら飛ぶ。船は飛ぶ、白い船は飛ぶ。僕の背中にもちっぽけな翼が生えた。僕も飛ぶ。空だ、空だ。僕は天使だ。気がついたら僕は机の前にいた。飲みかけのコーヒー茶碗と薄汚れた造花のバラと書きかけの手紙が置いてある机。僕は白いマフラーを巻いてあの子のところへ飛んでいった。マンドラゴラは毒の草。昔々その昔、ペルシャで発見されたという。人間みたいな姿をした、それは怪しい毒の草。昔ペルシャの王様が密かに城の裏庭にマンドラゴラを育ててた。いつか戦いを起こったらマンドラゴラが役だと。その日に備えていつの日もマンドラゴラを育ててた。大きな城の裏庭にマンドラゴラはすくすくと毎年毎年増えてった。遠くで見ると子供らが並んで立っているようなマンドラゴラの園だった。戦いなどは起こらずに平和な時が続いてた。ある年、王に初めての可愛い王女が授かった。王子はすでに三人も生まれていたから、王様は王女が欲しいと願ってた。王の喜びいかばかり、国を挙げてのお祭りが三日三晩も続けられ、昼は仮装行列が町の広場を舞い狂い、夜は花火が夜の空、花のように咲いていた。
王女は可愛く育ってた。それはまるで絵に描いた天使のように育ってた。王はどんな宝より王女を大事に思ってた。乳母や侍女や召使い、医者に教師に道化者、かれこれ合わせて50人、王女にかしづく友ぞろい。大人ばかりに取り巻かれ、王女は孤独な日々だった。遊び相手もないままに人形ばかりと話してた。王女は侍女と庭に出た。それは毎日同じこと、散歩の時間の時だった。池の周りを一巡り、森の小道を通り抜け、帰るだけのことだった。森の小道を通るとき、王女は隠れた木の陰に。侍女は王女を見失い、慌てて駆けてく森の奥。王女は一人で駆けてみた。ついぞ今まで通らない小道をとことこ駆けてみた。自由になった嬉しさに、かわいい足で駆けてみた。すると一度も来ていない。お城の裏の庭に出た。怖さを忘れてどこまでも王女は入った裏庭に。すると向こうに子供らがいっぱいいっぱい立っていた。とうとう見つけた友達だ。王女は喜び駆け寄った。マンドラゴラは毒の草、人間みたいな姿をした。それは怖い毒の草。王女は子供と見間違え、マンドラゴラに抱きついてたちまち倒れて息絶えた。王の悲しみいかばかり、王妃の悲しみいかばかり。マンドラゴラは引き抜かれ、遠くの海に捨てられた。マンドラゴラは引き抜かれ、遠くの海に捨てられた。マンドラゴラの園だった。そこには花が植えられて、来る年来る年いつまでも花がきれいに咲いていた。
オバブ、バオバブ、バオバブ、バオバブ、イエーイ、イエーイ、バオバブ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 。世界で一番大きな木さ、バオバブ一つ切り倒したら木が35軒も立ったよ。バオバブ、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 へバオバブ、バオバブ。育ちの大きな木さ、バオバブ一つ切り倒すには7日7番かかるそうだよ。バオバブ、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 イエーイ、バオバブ、バオバブ、バオバブ。